ダイアン・ビシェード・ペレスは、キューバ共和国、ビジャクララ州、レメディオス出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ、中日ドラゴンズ所属。相性は丸々とした体型から、シカゴ・ホワイトソックスの実況アナウンサーの、ケン・ハレルソンが名付けた、ザ・タンク、またはスペイン語で戦車を表すエルトン・ケイ。キューバでは、同世代リーグでの圧倒的な成績を携え、 2004から2005シーズンに15歳で国内リーグセリエナシオナルデベースボールデビュー。2007から2008シーズンまでナランハスデビジャクララに所属していた。AA 世代の国際大会出場の頃からその類いまれなる才能は注目を浴び始め、昔のオマールリナレスと比較されるようになった。同世代のジュニアナショナルチームの中では遊撃手であったが、 三塁手と外野手を掛け持ちで務めて出場した。2006年の第1回 WBC の一次候補にも上がるなど順調であった。2006から2007シーズンにおいては90試合で打率252.8本塁打、オプス776と前のシーズンより下げ不振に苦しんだ。2008年5月にイカダに乗ってキューバから亡命し、 アメリカ合衆国のフロリダ半島に上陸した後、ドミニカ共和国で居住権を確立した。同年12月12日に同じく、キューバ出身の亡命選手であるホセコントレラス、アレクセイ・ラミレスが所属している MLB のシカゴ・ホワイトソックスと4年総額1000万ドルで契約を結び入団した。2009年7月のオールスター・フューチャーズゲームの世界選抜に選ばれた。 2010年6月20日のワシントンナショナルズ戦で21歳にしてメジャーデビュー。2011年はトリプル A 級シャーロットナイツで119試合に出場し、打率296.20本塁がオプス856を記録。トリプル A 級のオールスターゲームにも選ばれた。8月26日にカルロス・クエンティンが 故障者リスト入りしたためメジャーへ昇格。この年は29試合に出場し、1本類打6打点1盗塁、打率255だった。2012年はホワイトソックスの制裁抑止として147試合に出場し、打率255.25 25本類七78打点、オプス744を記録した。 2013年2月22日に1年契約に合意。4月半ばには脇腹通により約3週間 DL 入りした。この年も制裁抑止として124試合に出場したが、長打力は影を潜め、打率265.14本塁打56打点という成績に終わり、本塁打が10本以上減少した。守備力も低く。 左翼を109試合で守ってご失策、守備率、970DRS5 という内容だった。2014年1月13日にホワイトソックスと280万ドルの1年契約に合意。この年は、中堅守であるアダム・イートンの活躍により、アレハンドロ・デアザが左翼の守備につくことが多くなり、b c エゴは左翼手と右翼手を兼任することとなった。 145試合に出場し、打率、231.21本類が58打点だった。本類打数は2年ぶりに20本台に戻したが、代償として打率を大きく下げた。2015年1月12日にホワイトソックスと440万ドルの1年契約に合意した。しかし、1月28日に戦力外となり、2月4日に解雇された。 2015年3月1日にトロントブルージェイズとマイナー契約を結んだが31日に解雇となる6月11日にオークランドアスレチックスとマイナー契約を結ぶが7月30日に自由契約となる8月1日にホワイトソックスとマイナー契約を結ぶがオフに自由契約となり FA となる結局2015年は マイナーリーグの2球団で計66試合に出場、打率287.8本塁打だった。2015年12月1日、中日ドラゴンズが獲得を発表。背番号は落合博光が監督時代につけていた66に決まったが、それに伴い66をつけていたフルホンホタカが背番号を変更している。 2016年の開幕から3試合連続ソロ本塁打を放ったが、これは新外国人として史上初の快挙だった。さらに2試合目、3試合目に猛打賞を記録し、開幕3連戦終了時点で12打数8、アンダ打率667を記録した。4月17日の対阪神タイガー,アース戦では来日初となるサヨナラ本塁打を放った。 5月7日の対読売ジャイアンツ5回戦で2回表に今村市議から左腰ソロ、右腰サウナンの2本の本塁打を放ち1イニングに本塁打を達成。5月10日にはセリーグの3.4月度月間 MVP を受賞した外国人枠の野手による来日1年目開幕月での受賞はリーグ初。このようにシーズン序盤は 絶好調だったものの徐々に調子を落としていき、15試合連続本塁打、例などスランプに陥った。さらに8月13日の阪神戦で守備機会中に、セカンドの高橋周平と衝突し左足首を痛めて登録抹消を余儀なくされた。9月13日の広島東洋カープ戦で、復帰したが先発での出場はなく、もっぱら代打としての出場のみでシーズンを終了。 救援明けの本類打数は3本にとどまった。11月22日、翌2017年シーズンの中日残留が発表された。2017年は交流戦実施期間中の6月16日、米国市民権取得のためチームを離れとべした。当初は1週間程度で再来日できる予定であった。ものの、手続きが難航した影響で、戦線復帰には1ヶ月を要した。 背景には、ドナルド・トランプ政権下での移民政策の転換があるとされる。8月14日の東京ヤクルトスワローズ戦では、近藤和樹が右腕にボールをぶつけて、尺骨を骨折、シーズン中の復帰が絶望的となり、結局以降の出場はないままシーズンを終えた。2018年は、8月から急激に調子を上げて、月間46アンダーを達成し、 村田周一の持つセリーグ記録に並んだ。そして8月最後の名古屋ドームでの巨人戦で先発 CC メルセデスからサゼンへ先制的自打を放ち月間安打を47としてリーグ記録を更新した。しかし一郎の持つ月間最多安打の NPB 記録であった48安打にはあと1打届かなかった。 2018年シーズンの対広島戦は132試合消化時点で、打率404、18打点、5本塁打と、打率、打点、本塁打のすべてにおいて、50打数以上を記録した選手の中では、チーム1位の対広島戦で激成績。9月以降も好調をキープし、首位打者と最多安打の2つのタイトルを獲得した。また、セリーグ一塁手部門で、 ベストナインを獲得した。2019年4月12日対阪神戦で日本の本塁打を放ちチームは連勝を飾った。27日対阪神戦、4回に3点本塁打で逆転し、連敗を止めた。しかし5月は本塁打がなかなか出ず、31日に114打席ぶりの本塁打を放った。9月4日、対読売戦、4回に 自打球を当て途中交代し、左足関節内側の打撲と診断された。しかし強行出場し、全試合に出場、打率、315、18本塁打、93打点を記録し、2年連続でセリーグ1塁手部門でベストナインに選出された。2020年は開幕戦となった6月19日対東京ヤクルトスワローズ戦、1回に、 先制2点本塁打を放った。また、この本塁打は、シーズン12球団最速となった。その後は、校長を維持するも7月21日の巨人戦で、菅野智之から左肘に支給を受けたのを機に調子が低迷し、シーズン終盤となる10月28日の、阪神戦では、8回裏の守備で、近本浩二の放った打球に飛びついた際に左肩を、打球。 そのままシーズンを終え、打率は、規定打席に到達したシーズンでは、自己ワーストとなる。267、本塁打数は、チームトップながらも、自己最小となる17本だった一方で、打点は、チームトップかつリーグ4位となる82打点を記録し、勝負強さを発揮した。また、オフに、中日の外国人選手としては、アレックス・オチョア以来16年ぶりとなる。 ゴールデングラブ賞を一塁手部門で受賞した。レベルスイングで広角にライナーを打ち分ける打撃を持ち味とし、本塁打も全方向に打ち込んでいる。速球への対応は平凡だが、変化球を苦にしない。ストライクゾーンの真ん中の球に、滅法強い反面、内角や外角の球に弱い。多少のボール球でも振りに行く、フリースインガーで、 キューバ人選手特有の速いカウントから積極的に打ちに行く姿勢は年々改善されているが、ボール球を振る悪壁については、分かっていても難しいと語っている。また、好不調の波がある。NPB 移籍後は、特に、阪神タイガースとの相性が良く、2016年シーズンは、打率。377、7本塁打、20打点で、特に本塁打は、 シーズンのおよそ3分の1を阪神戦で量産している。来日当初に懸念されていたフリースインガーぶりは改善傾向を示しており、2016年の PA、K は6.93、BB、K は0.65で、これはセリーグの外国人打者としてはいずれもリーグ1位の成績である。また長打力を示す指標であるアイセップは2016年以後の 二シーズンで0.2120.202と高い水準で推移している。広角に打ち分けることができるスプレーヒッターでもあり、2016年は左方向、右方向に9本類打頭をそれぞれ放っている。その一方で3月4月は打率347を記録したが交流戦は打率182、9 18円明け以後は打率。 219という成績に終わり、懸念されていた幸不町の波の激しさを払拭することができない結果に終わった。対左投資をとても得意にしており、2016年は140打席、打率、303、8本塁打、オプス、944、2017年は63打席、打率、339、8本塁打、 オプス1.161と高い水準で推移している。また、ハイボールヒッターであり、2016年は22、本塁打の打ち高めの球が12本塁打、2017年は18、本塁打の打ち高めの球が10本塁打であった。守備では、キューバ時代とメジャーデビュー当初は主に三塁手として起用されていたが、2011年から外野手に転向。2012年に、 左翼種、リーグ2位の13補殺を記録した強権を備えるが、外野守備は敏将性にかけ守備範囲が狭く、メジャー通算の DRS とザーどもに平均を大きく、下回る。一類手での出場経験もあるが、一類守備も、メジャー通算の DRS とザーどもに平均を、下回る。守備の動きの鈍さは、キューバ時代から指摘され、ビジャクララやキューバ代表で監督を務めていた。 ビクトルメサからは、彼は、優れた、打撃技術を持っているが、同時に、年齢の割に驚くほど、守備の動きが鈍いと評されていた。NPB 移籍後は、外野手登録ながら一塁手としての起用が主体となり、2018年より、内野手登録となる。来日後は、守備が上達したと指摘されており、伊藤勤ヘッドコーチからは、ハンドリングが素晴らしい。 難しいワンバウンドした球でも器用にミットに収めると、京田洋太からは、ビシエドが一塁にいると安心して投げられると評されている。2020年シーズンはわずか1失策のみで、ゴールデングラブ賞を受賞している。家族構成は、妻と子供3人。中日への移籍当初は、フロリダに家族を残し単身で来日。 2016年オープン戦期間中の3月11日に第3子出産の立ち会いのために一時帰国。出産後、子供の体調が思わしくなく、予定より遅れて3月20日の再来日となったが、翌日のオープン戦から試合に出場している。2018年現在は家族も日本に呼び寄せて一緒に暮らしており、子供のうち一人は、 名古屋市内の学童野球チームに所属しているほか、2021年2月より、ドラゴンズベースボールアカデミーに入校した。また、2019年には、子供の都合で12月に帰国を伸ばしたことにより、通常は外国人選手が参加することがない11月に、開催される球団の妨害及びファンフェスタにも参加している。バットは打席ごとに、 メジャー時代から慣れ親しんだベイビクタス社製と水の製のバットを使い分けている。キューバ野球の英雄でかつて中日にも在籍した現中日ドラゴンズ巡回コーチオマールリナレスを尊敬している。中日に入団した2016年に作成された応援歌は通常版とチャンステーマの2曲あり、どちらも気に入っている。他球団の応援歌では横浜 DNA ベイスターズ のつつの曲が好きだと述べている千葉ロッテマリーンズ所属のレオネス・マーティンとは、幼馴染みの間柄で、ナランハスデビジャ・クララ時代のチームメイトでもある。MLB、NPB、NPB ML、MLB2 さん。ありがとうございます。